彼女ほど運命に翻弄され続けたスターがいたでしょうか。昭和の歌姫こと中森明菜さん。もう54歳になるんですね。2010年に休業宣言をして久しく見かけませんでしたが、実は2014年には紅白歌合戦のスペシャルゲストで出演、2016年からはディナーショーで現場復帰を果たしていました。当然そのチケットは高額で、五木ひろしさんクラス。年一度しか見られない彼女のディナーショーはオークションで高値で転売されたといいます。それにしてもなぜこんなに露出が少ないのか不思議に思って調べてみることにしました。中森明菜さん、実はディナーショーでのファンへの言葉の中でも彼女の心の中の深い闇を匂わせていました。 MC 中、女性ファンへのバースデーソングを歌ったサプライズの後に、今日が誕生日、24歳、ハッピーバースデートゥーユー、元気ですね、明日は闇ですよ、そうそういいことは続きません、頑張りましょうね、24という響きは私にとってはあまり好きじゃない、すみません、気にしないでください。ご存知の方はピンときたはずです。明菜さんは24歳の誕生日の2日前、とんでもない騒動を起こしたからなのです。そのことを暗に引っ掛けてのブラックジョークなのですが、痛々しいですね。なぜならその一件から金屏風騒動の一部始終がこれでもかというくらいひどい事件だったからでした。明菜さんは松田聖子さんと並んで80年代アイドル界の頂点に上り詰めた一方で、当時モテ男だった MK さんと深い関係になってしまい、一緒にいたいがために相次いでコンサートをドタキャンするようにもなったそうです。しかし MK さんとの血まげんかが原因で事実未遂を繰り返していたとも言います。そして89年7月、MK さんと松田聖子さんとのアメリカでのキス写真が流出したことが引き金となり、ついに明菜さんは MK さん宅で左腕を切り、事実未遂騒動を起こしてしまいました。病院に運ばれ手術となり、切れた神経などを切望するのに6時間もかかったそうです。しかも明菜さんは2人の新居用の土地購入という名目で8000万円を騙し取られ、それが全て MK さんのカーレースの資金につぎ込まれたといいます。その後89年の12月31日になって開かれたのが MK さんと中森さん2人の謝罪会見だったのです。しかしその会見は異様な光景でした。謝罪会見なのに金屏風の前で行われた光景を私たちはテレビで目にすることになったのです。そんなこと中森明菜さんが認めるわけないですよね。結局騙されたんですね。身も心もボロボロだった中森明菜さんを会見場に呼ぶ口実として M 副社長が中森明菜さんに伝えたのは MK との結婚会見をするからという言葉だったそうです。だから金屏風騒動が起こったわけです。その時を境に中森明菜さんの人生は一変してしまったのです。というのも M 副社長は明菜さんが検温に搾取されているというデタラメな情報を吹き込み、翌年検温からの独立に踏み切らせたのだそうです。さらにその独立には許せない罠が仕掛けられていたのです。こともあろうに中森明菜さんは MK さんの担当ディレクターだった王氏と個人事務所コレクションを設立しましたが、活動を開始することなく王氏が辞めてしまい、見事にはめられる形になったのです。独立を進めたのは明菜さんを潰すための M 副社長の罠だったわけです。その証拠に王氏は後に M 副社長の事務所代表となっています。
8000万円も返済もされないまま、MK さんとの関係も解消、結婚も独立も失敗してしまった中森明菜さん。芸能界はなんと怖いところなのでしょうか。その後も M 副社長からの嫌がらせは執拗に続いたといいます。なぜなら、実は M 副社長と MK さんとの関係が裏にはあったからだと言われています。しかし彼女の苦しみはこれだけでは終わりませんでした。大スターの明菜さんの周辺にはその利権に群がる輩が後を絶ちませんでした。まずはお母さんと慕っていた制作会社社長の K 女子、事務所の経営に失敗した途端、明菜さんの暴露本で一儲けしてとんずら、今度はお兄ちゃんと慕った六本木のバーテンダー E が恋人兼マネージャーだったり、荻原健一さんの元事務所社長で金銭トラブルで芸能界を追われていた S や元被社会勢力関係者がマネジメントをしたり、ずっとたどり着けない岸辺を求めて泳ぎ続けなければならなかった中森明菜さん、毎日のようにウォッカをロックで煽り泥酔状態が続いたそう。さらに食べ物にはタバスコを真っ赤になるまで振りかけていたとか、身も心もボロボロな生活を送っていたからでしょうね。ストレスで帯状疱疹が体中に出るようになり、ついには重度のうつ病で休業を余儀なくされることに。なんという悲劇の連続なのでしょうか。これだけ人に騙され続けて生きていてくれたこと自体奇跡です。表向きにはテレビ界復帰ができないのは過去のドタキャンが原因だと言われますが、本当のところは M 副社長への局側の忖度でという方がしっくりきますかね。いかがでしたか。あなたはどう思いましたか。中森明菜さん、一途のあまり見失ってしまった向こう岸、私はただ少しずつでも中森明菜さんが復活してくれることを心から願わずにはいられません。陰ながら応援しています。それではまた次回お会いしましょう。